お疲れ様です、吉谷さん。GTR なんですけども、吉谷さんはね、すごくいいタイミングで手放したんじゃないですか。やっぱり投資っていうふうに考えると、持ちすぎると損を出すんですよね。だから、深入りしすぎると怪我をするようなもんで、自分の力量に合わせた防御力とか維持力に合わせたタイミングっていうのを、やっぱこう、ある程度掴んでおかないとね。もしかしたら吉谷さんがあと1ヶ月 GTR 余計に持っていたら、マークしていた窃盗団がまんまと盗んで、はい終わりってことになっていたかもしれませんよね。で、その GTR ね、今ね、みんな欲しがってるんだけども、持てば持ったで盗難リスクとか、あと損壊リスクね、壊れるリスクっていうのがついてもあるんで、やっぱそれなりにしんどいですよね。で、 GTR っていうのは維持費っていうのがかなり、パーツとかをはじめかかると思いますんで、まあそういった部品をね、供給する人も割といい商売にはなると思うんですよ。で、翻って私のナイト2000ですけども、やっぱね、あれを作ってくれたところに車検を出すと、お金はかかるんですけども、かかる分だけのね、メリットも大きくって、特に車検に出して私は別に何のオーダーもしてないんですけども、こことかあそことかそこが、まあ、気になったんで直しておきましたとかね、結構やってくれるんですよね。で、まさにもう丸投げして信頼してもいいかなと。で、それにかかるコストってのは、旗から見たらぼったくられてるんだけども、でも私としてはね、やっぱ安いよって感じですよね。で、もっと言うとね、変な言い方になりますけども、自分の夢を叶えるのにコストがかかればかかるほど、自分の夢は価値が高くなるって感じてますね。で、しかも、もうむちゃくちゃ無理して維持してるわけじゃなくてね、でもそんな無理ない範囲ですからね。で、私がナイト2000の維持を無理してるっていうのが分かるとすると、まず私の車庫からセルショーが消えて、ベルファイアが消えてっていう順番になるでしょうね。まあでも別にそこまで行かずに、今ね、どうしようかな。これね、今年というよりも来年になると思うんですけども、バイクのね、中型の免許をね、この年から取っちゃろうかなと思うんですよ。400cc ぐらいのね。で、400cc のバイクって調べてみると、まあ、100万前後でそこそこ選択肢があるみたいなんで、あ、だったら無理ないよねってとこですよね。で、バイク乗るかって言ったら別に乗らないかもしれないんですけども、ただやっぱりなんとなくね、1980年代、90年代のバイクに憧れた少年時代っていうのは私は別に憧れなかったんで、その時のね、なんかこう、感動とか興奮をこの年でね、感じれるかどうかちょっと挑戦してみたいですよね。どうですかね、50代が初めて 400cc の免許を取りに行ったとかね、で乗ってみたとかね、でこういったドラマをやっていって、何月何日はどこどこまでバイクで行ってみようと思いますって言ったら、そこでね、ファンの方とか視聴者の方が待ち構えてくれてるかもしれないですよね。そういったのも楽しみだなと思うし、あとね、今年はね、うちの大和くんでかくなったでしょ。で、今チャイルドシートなしでも車乗れているんで、まあチャイルドシートつける時も多いんですけどもね、なしでも全然乗るんですよ。で、出先で別に何でも飯も食えるし、一緒にハンバーガー食べたりとかね、ラーメン食べたりとかね、焼肉だけが無理なんですけども、肉が硬いんでちょっとね、噛み切れないと思いますから、あとは全然へっちゃらで力も強いですしね、なんか頼りになる相棒になってきましたよ。まあ、そういうところでね、今年はね、ナイト2000で、今年っていうかもう今週からナイト2000でちょっとね、一緒にドライブしようかなと思うんですよ。もうすでに何回かしたんですけどね、やっぱ楽しいですね。自分の友達っていうか相棒がいて、で、自分のお気に入りの車でかっ飛ばしてね、で、出先でコーヒーでも飲んでまあうちの子は子供ね、コーヒー飲まないですけども、オレンジジュースぐらいですけど、なんかいいなと思いますね、子供との楽しみ方っていうのはね。でね、最近ね、ハイスクール落書きっていう、私がちょうど高校生時代に工業高校を舞台にした斉藤由貴さんが出ている突っ張り者のドラマがあったんですけど、これが面白くってね、当時も見ていてすごく面白さがあったんですけども、今ね、まあこういう怖い工業高校なくなったよな。でもなんかあの頃ってなんかわかんないけど、いろんなことにイラついたり興奮したり、夢を追い求めたりとか、
まさにね、感情がものすごくね、あっち行ったりこっち行ったりしてたなと思いますね。まあ、今は丸くなったっていうか、その感情コントロールができるようになるんで、まあ、ちょっと片方で面白くないですよね。自分の感情にものすごく突き起こされて無茶なことをするってことがなくなったんで、だそれがいい方にも悪い方にも働くんですけども、もうビッグになってやるぜとかね、バカでかい金稼いでやるぜっていう、まあ、そういったモチベーションがやっぱ以前よりも私もね衰えてきましたね。40代の頃ってのは稼がないともう抜けられないと思ったし、おこれで抜けれるかもしれないと思ったら、やっぱねセルフバックも毎月毎月10万以上の利益を目指してちゃんと3年間実現したし、それからセミナーもガンガンやったりとかね、とにかく新しい出会いを作れば1人から10万円ぐらいは商品売って稼ぐことができたなと思って、100人出会えば1000万とかっていう計算したんですよね。うん、でも今はねどっちかっていうと出会うよりも出会わない方にエネルギー使ってますしね。でも人に出会いたくないわけじゃなくて、やっぱ商売抜きで誰かと一緒にいたいっていう気持ちは全然あるんですよね。まあ、だからだいぶこのモチベーションが変わってきたかなっていうところありますね。いやーでもね、牛田さんなんかこうあれですよ、客観的に見ても今はね、何かを欲望のまんまに掴みに行こうっていう風な気持ちよりも、今あるものをなんとか維持していこうっていうエネルギーの方が強いかな。7対3ぐらいで、8対2ぐらいかもしれないですよね。まあでもそんなもんかもしれないですよね。最初はなんていうかな、狩猟民族として獣を取りに行くんですよね、今日の糧のために。でも畑が耕されて、そこで定期的に年に1回のでかい収穫が取れるようになってくると、まあ、危険を冒して狩りに行かなくてもいいじゃないかみたいなことになって、まあ、弓とか矢とかね、そういった狩りに備えての武器っていうのをあんまり使わないようになってくると。その代わり桑とかすきを持って畑を耕したりとか、水をあげるためにね、こう水まきの道具を整えたりとかね、そんなとこじゃないですか。いやあれですよ、クロームブックね、1万2000円か3000円かそのぐらいの金額で買った時も、私も大きなねお金を払った。要するにパソコンに万っていう金額を出すっていう感覚が当時はなかったんですよ。まあ、今はねパソコンだったらまあ 40〜50万から100万ぐらいの間で選ぶかなっていうところなんですけども、オーバースペックのやつでも全然いいなと思ってるんですよね。まあ、エイリアン今でも使ってますけどね、なんかオーバースペックだと思いながらも。でもやっぱり10年前のクロームブックを買った時も私としてはオーバースペックだったんですよ。あんなね検索ぐらいしかできないような、何のソフトウェアも入ってない Google Chrome クロームブックですけども、あれだってね私に大きな人生の転換点をもたらしてくれたわけですから、それはもうオーバースペックだったんですよ。だ常にオーバースペックのものに触れていると、まあ手も足も伸ばしやすいかなってことじゃないですか。自分の力量に合ったもの、ジャストサイズのものっていうのはやっぱりね自分を大きくはしてくれないですよね。だから2割増し3割増し5割増しぐらいで背伸びした見栄を張ったもの、こういったものを使っている、もしくは追い求めているからこそ成長進化があるし、いつかそれに追いつこうとするから、まあなんか新しいモチベーション出てくるんじゃないかなと思いますよね。もう自分のね限界を知ってしまうとそれ以上やろうと思わないんで、もうそこでもう著しい成長とか欲望っていうのは止まっちゃうでしょうね。まあでも時にはそういうこともあって休憩したなと思ったらまた走り出せばいいんじゃないですか。じゃあ本日は以上です。いってらっしゃい。